だいぶいいってとりあえずだいぶいいですよかった、ええ、食い方もね、歯を使ってね、食べてるっていう感じ、口を使ってるっていう感じになってきたんで、見た目3日かかるのね。やっぱり自信が出てくるまでに、まあ、自信がといっちゃ、なのか薬の気なのか。書いたら結構食ってまして、うん、パウチの餌を 80g のやつを開けて、うん、それにとろみのある餌、これも 80g あるのかな、それをね、かけて完食に近い形。はい、で、夜、その、ちょっと大きめの 150g ぐらいのやつを半缶食ってるから、結構それなりに食ってるから悪くはないです ね, ですね。食い方も明らかに勢いが違うんで。じゃあかなりね、そう、やっぱりね、もう見ていただいてる方の方の方のそれが一番楽しいんで、問題はやっぱり効率を維持するのにどうするかなみたいな形と、あとはやっぱり熱ですよね。お熱はやっぱり熱を確認して、体重と体重はね、まあ大体そんなに大きなあれはないと思うんだけど、4.05、4kg台また戻ったね。はい、うん、やっぱり食べればだいぶ違うんですね。やっぱりそう、4キロ台になってくるし、ありがたいことだね、食ってくれるっていうのは。ね、本当ね、本当だ、下がってる、うん、やっぱりです、やっぱりですって言っちゃいけないけどね、うん、何度ですか？8度4。あ、うん、だから8度5までは一応平熱でいいからね、うんうん、もういわゆる平熱の範囲に入ってきてます。うんうん、すごい、ちょっとね、お口もね、ね、こっち側もほとんど綺麗だし、うん、こっちもね、赤くなくはないけど、明らかにと輝くような赤さではないんで、うん、うん、やっぱりお口の赤みもね、もう順当に取れてあります。うん、そうね、うん、お熱がなくなると。平熱になるとね。どっちのせいなんだかね。そうですね。その時のね、様子で、まあ、どっちの、ステロイドでもいいから、ステロイドはまずね、まあ、その様子で上げていただいて、まあ、コセリスはちょっとね、どっちにしても非常に優先度高く頑張ってもらわないといけないんで、これ頑張り、まだ抗、ね、生物質も何日間か上げる、持続するのかな、うん、もう一つね、リコさん、今日これで終わりだからね。はい、はい、リコさん、はい、団子ちゃん、お疲れさんでした。まあ、問題はどうするか、ちょっとだからね、この間の薬だと、ね、4キロがちょうど境目なんで、はいはいはい、抗生物質がね、はい、ちょっとギリギリだったかもしれないです、はい、飲みやすいのはちっちゃくていいんだけど、うん、だからちょっと一回り大きいんですけど、これぐらいいけるんじゃないですか。同じ範囲でいけると思います。それからあと、うん、こっちステロイドなんで、はい、こっちはまた逆に、さっきのこの間の薬と同じぐらいなんで、はいはい、これステロイドはどういう風な分量、1日1回でよろしいですか。1日1回で、1錠両方とも1日1回で、うん、1回だからタイミングが、まあ多少ずれちゃってもいいし、はい、一度に続けてポッポッと上げられれば一番いいです。まあ、一応明日の夜から上げていただけ、夕方ぐらいのお食事タイミングぐらいで上げていただくといいかなと思います。わ、はい、かりました。うん、じゃあ10日間、ね、一応10日ね、うんうん、一応10日も続けてやっちゃいます。で、その後、10日やって調子が、まあ、そこで落ち着いてれば、うん、抗生物質は1回やめ、でステロイドの方は、まあ、その後逆に、ね、錠剤の方がすごい飲みやすくて、シロップの方が大変そうってことだったら、うん、逆に錠剤続けちゃってもいいし、うん、まあね、余ってる分も含めてすごく食欲が安定してて、まあ、シロップもかけても問題なさそうって感じであれば、そちらでもいいです。わかりました、ありがとうございます。